ボリスル・バイキンは、スイス出身のピアノ奏者。スイスのクラレンスにて生まれる。1916年から1920年まで、母親の手ほどきでピアノを学び、その後は、ローザンヌで、マチルド・デ・リボピエールにピアノを指示。1926年から1928年まで、アロイス・フォルヌローに、音楽理論、ポール・ロイオネにピアノをそれぞれ教わる。 1928年から1930年まで、パリのエコールノルマル音楽院に留学し、ポール・デュカスとナディア・ブー・ランジェのレッスンを受けた。1930年からスイスに戻り、1940年まで、シノリボ・ピエールが運営する音楽院の講師を務めた。1939年から1946年まで、ブローニスワフ・フーベルマンの伴奏者を務めた。 フーベルマンの伴奏者を務めた後、しばらくニューヨークに住んでいたが、1949年にトロント王立音楽院に講師として招かれる形でカナダに移住した。カナダに活動の中心を移してからはバイオリン奏者のベティジャン・ハーゲンとデュオを組んだ。1957年からバンフ芸術学校のピアノ課長に転出。1961年から ブリティッシュコロンビア大学に移り、1967年から亡くなるまでカルガリー大学でピアノを教えた。カルガリーにて死去。ボリスローバキネ。2018年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月15日閲覧。ボリスル・バイキン・ディスコングス。ありがとうございます。